週も始まりましたガールズファーズデー、毎月第3週目はももかちゃんのおしゃべり向上番組おしゃべりちゃんを、50分間の生放送でお送りさせていただきます。はい、ということで今回のゲストはしんぺいさんです。おなじみのみんなのパパですそうね、後ほど登場していただきますのでぜひぜひお楽しみに。はい、そしてこちらの番組はですねメールを募集してます。アドレスは、センジュアットマークシーウェーブドット JP、 センジュアットマークシーウェーブドット JP です。なんか質問とかツッコミとかいろいろ送ってください。よろしくお願いします。秋ですね。もうだって9月15日ですか。そう、あの先日あのお母さんの誕生日で初めてあのスカイツリーの展望台のところにあるレストランに行ったんですよ。武蔵っていうあの超高いとこ、もうめっちゃ高いですけど、ちょうどねすごい天気が悪くて雨は降ってなかったんですけどものすごい曇ってて、まあ、展望台だから景色がいいはずじゃないですか。期待して入りますよね。もう真っ白なんですよ。もうほんと何も見えないんですけど、なんか途中からすごい風が強くなってそう見えたんですけど、もう感動が何もなかったですね真っ白すぎて。そう、お母さんもね54歳になったわけですよ54歳だったかな、54歳になったんですよね。そうで来月は私が23歳になるわけですよ。彼氏欲しいですね誕生日までには欲しいんですけどね、あと1ヶ月ちょい、1ヶ月と15日かあとね、彼氏できるようにぜひ願ってください。皆さんお願いします。はい、ということでそれでは早速ゲストの方に登場していただきましょう。本日のゲストはしんぺいさんです。どうぞー。あ、いいの？飲み物持ってきて。あ、全然大丈夫です。はい、こんばんはお願いします。よろしくお願いします。いや、はい、もう今ずっと一人で喋るの聞いてましたけど、はい、あのテンション低いないや、そうなんですよ。私あの普段、はい、本当にテンションが低くて、はいはいはい、ただ人といないとテンションが上がらないんです。いや普段、いや人といるじゃないですか今いやいやもう、はい、ね、テンション上がらない。壁があるみたいなここはもうあのね、はい、僕はほぼゲストでなんか出ることないわけですよ、はい、そうですよね、言ってましたよね。ほんであの呼ばれたじゃないですか、はい、呼ばれてちょっと正直今日なんか用意してた方がいいですかって言ったら別に何も用意しなくていいですって、はい、そうなんですよ、本当自由に、うん、なんかあれかなと思ってフリップトークとかした方がいいのかな、はい、お笑いの人みたいに見たかった。いや見たかったって面白くなんもないですよ僕でも言っときますけど、はい、あれですよ、僕何者か分からないじゃないですか。そうなんですよ、あの本当に私しんぺいさんとはガチンコナイトっていうあの他の番組でしかご一緒してないので、はい、全然どんな人か分かんないし、私の中ではもうふざけてるパパって感じなんですよそう、そのイメージしかないので、はい、ふざけてるパパの、はい、そうですよ。もう少し彼氏とかに扱いしぐんないあと1ヶ月ちょっとあるんでしょ。そうです、いいよ別に付き合っても全然嫌だじゃねえよいや、僕言っときますけど、はい、43って言ってますけど、はい、年齢ごまかしたらどうする。24、5だった。いや絶対嘘だし、あの新平さんがもし24、5だとしても嫌です。でやだひでえあの僕も男ですから、はいはい、もちろんその、はい、女の子とそういろいろないい仲になりたいわけですよ、はい言っときますけど気をつけてくださいよ、はい、僕いつ本当になんかあの高畑になるかわかんない。大丈夫です、あの新平さん普段超真面目なんでいらないこと言わないいやでも本当あの、はい、進めてください。なんか聞いて。新平さんって何者なんですか。そうそう、だいたい言われるんですよ、うん、僕ね本当にわかんない、ね、はい、あの本当ふざけたことばっかり喋ってるおっさんじゃないんですよはい、いつも普段は何してるかっていうと、はい、あのまあ、家の草抜いたりとか、それ本当だよ家の草今ね本当にあの夏前ですか、はい、夏過ぎてからですから、はい、まあ、あの本当あのあとカエルが苦手。
カエルが苦手、なんかちょっと可愛い。カエル超苦手なの、飛び跳ねるぐらいなの。だけど畑とかやってるんだけど違うの、あのね、僕ね、もともとあれなんですよ、あの子供の頃からずっと役者さんみたいなことやってたわけ、子役。え、あ、でも子役っぽい顔してますもんねちょっとベビーフェイスみたいな感じで言われたけどいやいや、子役やってたんですよ。子供の頃すごい可愛かったの、はい、でも面影ありますよね、可愛いっていう。いやいや、面影って別にみんなあるでしょ、そんなもんしたってあるかな。で、僕子役をやってて、はい、で、中学校ぐらいまでずっとやってたわけ、はい、小学校6年生ぐらいまで、はい、で、CM とかいっぱい出てたの。へ、その頃本当ね、売れてたんですよ。で、新築の家をね、母親がね、建てたんですよ。え、誰のお金で？俺の金で本当に、もう本当は結構出てました。え、なんか子役のお母さんあるあるなんですかね、それ。結構聞きません？みんなそう、みんな。そうですよね、子役ってもうめちゃくちゃ儲けるんで、うん、そうなんだ。で、そう、子役をやって、はい、中学校に入って、やっぱちょっと中学校になるとね、はい、やっぱり頭もこうだんだんこうここら辺そってするわけですよあ、そうなんですか。で、おかしくなって中学校3年間から辞めたんですよ、はい、うんうんうん。それで恋バナになっちゃうけど。え、何？それで、はい、高校1年生ぐらいの時に、はい、CD 屋さん、まだ CD が出て間もない頃で CD 屋さんに行ったわけですよ、はい、で、CD 屋さんに行ったら向こうから微笑んでる女の子がいたの夫婦じゃねえ。いや、勘違いじゃないかなと思う違うのよ、昔ほんとガリガリ痩せたの、はい、男前だったから、はい、こんなん言うのはなんだけど、はい、男前だったから、はい、2回も言わなくていいですけどほんで向こうからこう、はい、微笑んでくれる女の子がいたから、はい、ふってみたら、はい、CD のジャケットがね、僕の方見てもう微笑んでるんですよ。え、いや、マジ、本当に微笑んだんですよ。 CD のジャケットが、ジャケットがね、いや、それももともと微笑んでるんですよ。ん、え、アイドルの女の子が微笑んでくれてたの、はい、あ、これは俺に興味があるんだ。いや、痛いで、その女の子と、はい、いいことになるために、はい、よし、もう一回ちょっとやり直そう、芸能界。それきっかけなんですか？そう、それきっかけなの。すごい。で、その子と付き合いたいがために、はい、もう一回芸能界に復帰しようと思って、もともと入ってた子役の事務所にお願いしに行ったんですよ。はい。なんでかっていうと、その女の子はアイドルの女の子で、はい、3人ユニットを組んでたわけ、はい、なんかこうね、なんか適当になんか組むじゃん、はい、売れないもん同士で3人ぐらいで組むじゃない、はい、で、その3人の1人のうちの女の子が、まあ、まずその女の子のところに電話したわけ、事務所に、はい、すいません、入れてもらえませんかって言ったら、はい、いや、女の子だけだからダメですよって言われたの男の子は一切受け付けませんって言われたから。だから、じゃあもう1人の子、このところは、はい、実は僕は昔入ってた事務所だったの。で、復帰したいからっつって、復帰をしたいからっつって入ったわけ、はい、理由は何なのって言われたから、CD のジャケットが僕に笑いかけてっていう話をして全部したら、お前バカかと。いや、そうです、痛いなーってなる。いや、痛いな、まあでも、まあいいよ、まあ戻っておいでって戻ったんですよ。すごいな。で、結局その女の子に近づくためにずっとその事務所で頑張って、はい、で、この紹介してもらったわけ。すごい。ユニットのその女の子、お前紹介しろ、この野郎っつっていやいや、俺もうジャケットが俺に微笑んだんだから本当頼むぜっつって言ったら紹介してもらって、はい、付き合うことになったわけ。え、付き合うことになった。大阪だったんだけど、事務所が、はい、大阪まで来た時に付き合ってくださいっつって。すごい。だけどあれだよ、ちゃんとCD も買ってたし、はい、握手会みたいなやつ もう顔見たことない、顔見れないんだよ、恥ずかしくて、こうやって、はい、で、顔見たことないし、なんかちゃんとライブとかも行って、はい、めっちゃこうファンだったんです。大ファン、自分の中で違うの、ファンじゃないの、もう付き合う人だからやばいな、やばいでしょ。だからたまにいますよね、いるじゃん、たまにいますよ、ね、でも付き合う可能性はあるよってことです。なるほど。でその人とお付き合いしてくださいと、はい、一回知り合った時に、いや、ちょっと待ってください、はい、いや私とあなた、いや、知り合ってそんな経ってないんですからつって言われたんだけど、無理やりキスをしたわけ強引に捕まんじゃん捕まるんじゃないですか。いやいや、その時はもうでもね、その時向こうがキスされて、はい、いいよって
え、すごい。じゃあテクニックがすごいってこと。もうしたの。いやあのね、言ってきますけど、僕あれですからね、この番組じゃ一切下ネタ言わないでおこうと思ったのに、はい、でとりあえず付き合って、はい、その人と2年ぐらいかな付き合ったのは。長い。そうなのよ。すごい。2年ぐらい付き合って、まあだからその子のおかげで僕芸能界で頑張ろうと思ったの、はい、でもう今もテレビ出てる人ですよ。そうなんだ。そう、今それ誰って言うと言えないんだでも僕がツイッターフォローしたんですよ、はい、ツイッターやってるから。ツイッターフォローしたらね、はい、フォローし返してくれないの多分。なんで忘れてるんですかね。忘れてんじゃないでしょ、多分嫌いなんでしょう。別れる時が微妙だったから。聞いていいんですか、どんな感じで別れる時。なんか僕が他の女の子のことをすごいいいって言い出した。仕方ないじゃん、だって可愛い、もっと可愛い子が出てきたんだもん。そう。いや、そんなもんですよ、そんなの。ショック。その人ね、まだ結婚してないんですよ、でも実は。あ、そうなんですか。はい、そう。会ったりしないんですか。会ってくれないでしょうね、多分きっと。でもね、その女の子がね、ね、はい、ちょっとセミヌードっぽい雑誌を、ゴローって知ってます？昔ゴローっていう雑誌があって、そのゴローで、はい、半ヌードみたいなのもう手で隠してるぐらい。あ、はい、それがすごい嫌でね、もう町中の本屋さんそれを全部買ったのチャリンコでかわいい。人に見られるのが嫌で。へあとその彼女が、なんていうの、彼氏とかのそういう恋バナみたいなのないんですかって、はい、もう最近はめっきりありません、仕事ばっかりですって書いてたら、くそこの野郎みたいな会った時にお仕置きしてやろうと思って、これなんだこれはっつってっていうのも楽しかったです。かわいい。そう、それがでも、はい、芸能界復帰したっていうか、まあ復帰させもね、そう3年ぐらいですけど、それからちょっと大きな劇団に入ったんですよ、はい、入ったっていうか、はい、僕は天才だと思ったんです、その時。自分のことですか。もう19ぐらいでもこんなんなったんですよ。ほんであそこに入りたいからっつって、はい、いきなり行って、はい、すみません僕入れてくださいと。お前できんのか。いや、できますよ。でオーディション受けろって言われて、オーディションなんか受けたくないです、ね、なんでって言われたんで、もういや僕天才ですから、はい、って言ってそこに入った。それで入れるもんなんですか。入れないよ普通は。だけど お前はもう勢いいいから面白いなみたいなこと言われて入ったんですよ。で1年間そこずっと舞台に出たんですよ、はいはい、そこの大きな劇団で、はい、で結構お金もたくさんもらって、うん、もうこれからずっと安泰かなみたいなことみんなに言われてたんですけど、はい、1年経ってもなんか毎日同じことするのが嫌になってきた僕、はい、ブロードウェイに行きますと。アメリカに行ってちょっとちょっと一発稼ごうかなと思いましてつって、はい、ニューヨークに行っちゃったの。バカだから。アメリカっつったらニューヨークしか知らなかったからでアメリカにニューヨーク行って1年間やったんだけど、はいはい、その時日本人ってすごいいじめられたんですよ。もうジャパニーズモンキー、ジャパニーズモンキー。時代が時代だから、ね、時代が時代ってもうその昭和の話だな確かに昭和の話か昭和の話なんですけど、で、うん、昭和じゃねえか、平成だ、ね、で行って、はい、行ったらもうすごいいじめにあって、うん、で靴隠されたりとか、初歩的ないじめ。もう初歩的もうこんな、これ放送じゃなかったらもうめちゃくちゃアメリカの文句言いたいぐらいですけど、ね本当に。でそれで僕、はい、結局そこでいじめられたからどうしよう、日本に帰ろうかなと思って、日本に帰ろうかなと思ったんだけど、はい、やっぱちょっと精神的に弱いと。でインドに行ったの。インド修行しに。すごいな、はい、でインドに修行しに行って、修行してたんだけどお腹があまりにも減ったから帰ろうで東京に帰ってきた。アホなんですか、ね、アホだ、アホだそうだからその、なんていうんですかね、はい、こっち東京に帰ってきて、まあ21ぐらいかな、はい、21ぐらいで帰ってきて、でそこから25歳ぐらいまでアルバイトしまくったんですよ。何のアルバイトですか。もう本当にもうこのやばいアルバイトしかしないんです僕。なんか死体運びとか。あ、もう死体運びとかそういうものじゃなくて体に悪いこと。何、あの薬を試すみたいなやつ。頭おかしいよいやいや、そういう仕事も多少はありますけど、でも違うんですよ、はい、僕の場合はね、焼却炉、わかります？わかります。ゴミ燃やす焼却炉、はい、
あそこ燃やしてたら灰が溜まってもうコンクリートみたいなわけ、ガッチガチに、はい、そこであの消して50度ぐらいになったらそのガーって削る仕事があるわけ、1日3万円もらえるんですよ。すごい。それをガーって毎日削るっていう仕事です。そしたらもうその一緒に行ったおじさんたちがみんなあのなんていうの、山谷ってわかりますか？山谷って上のね、山谷っていうところがあって、そこはバスが着くんですよ、はい、そしたらあのこう若いやつがこう呼ばれて車の中に入っていくんですけど、はい、そのホームレスのおじちゃんとかもいて、そのホームレスのおじちゃんもこう連れていかれるわけですよ、はい、だんだんあの車でとりあえずまあ行って、はい、でホームレスのおじちゃんはもう大体あの熱中症で倒れちゃう途中で、あ栄養がないから、バタバタ、そうそうそう、バタ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 倒れちゃうわけ、はい、でこの若い人はもう結構残ってるんだけど、はい、最終的に僕しか残らなくて、でも3万円、残ったら3万円くれるんですよ。ダメだったら1万円しかくれないんですよ。とにかくもうその毎日それで働いて、すごい。でそういうバイトとか、あとは言えないバイトばっかりさ。なんだろう、言えないバイト、なんだろう、そうですね、言えないですね。出てきたら困るもんばっかりですね。後で言うわ、いろいろ、はい、そういうなんかもうちょっとまずいなっていうバイトを毎日毎日して、はい、でお金を貯めて、よし、トレーダーになろうと、株の、お株で一発儲けてやろうと思って、そしたら全部、はい、とね、その時でね4000万ぐらいマイナスです、貯めたお金全部、いい経験でした。4000万、21から24歳ぐらいの3年ぐらいもバンバン貯めたんですよ、本当にもう寝ずに貯めてお金を、はい、で結局それ損して、はい、でもう一回25ぐらいの時に昔のその事務所のやつから電話かかってきたんですよ、はい、ちょっと今芸能界いるんでしょって、一応、まあ、一応いるよ、何、ちょっと声の仕事あるんだけどやらないって言われて、うん、マジいくらくれんの、いやまあとりあえずおいでよっつって、まあ、5000円ぐらいかなと思ったら、たった10分ぐらいで3万円もらえたんですよ。おなかなかこれはおいしいとって言って、はい、今のようなしゃべりの仕事になってた、はい、プロレスの実況したりとかナレーションやったりとか、じゃあもうそっからずっと声の仕事なんですか。やりたくないんだけどね。嘘嘘、やりたいやりたい、でも声か、そう声の仕事だから、声の仕事ってほらな、はい、顔出ないじゃない、そう、ね、もうその時太ってたからさ顔出ないの、ま、僕もともとあんま顔出んの嫌いなのよ。でも可愛い顔してるのに。いや可愛い顔って言っても付き合う気ないでしょ。いやないですけど。ないんかい。やでも本当あれなんですよ、僕だから顔出るのが嫌で、あのほらタレントメーカーとか載ってるでしょ、 あ、はい、ああいうの全部消してもらったんですよ。え、塗りたくない。だから本当はあのこのこういう曲で、はい、ね、はい、カメラとか、はい、めちゃくちゃ嫌なの。へー、いつもこっちに座ってるでしょ、はい、なるべく映らないようにして、ほぼ映ってないですもんね。そう、本当に本当に、だから僕基本的には顔映らない仕事が好きなんです、はい、そうなんだ、そう、目立つの嫌なの、目立ちたい、まあ、どっちかというと目立ちたいの、目立ちたいですね。なんかもうね、僕ね本当にあのもう影の方にいたいの。半田さんもそうなんですよ、いつもガチンコナイトでやってる半田笹ちゃんも出たくないの。一回ね、真面目に話したことあるの。なんで僕らは顔が出てるのかっていう話を。なんでその話。いや、半田さんはもう本当に出たくない。の、あの人も。そうなんだ。二人はもう暗い話しかしないからね。へー。あと、犬猫の殺処分の話ばっかり。みんな話ばっかり。話の内容が。そう、だからモモシュと普段あんま喋れないじゃん。そうなんです。なんか二人で話す機会がほぼないので。そう。え、モモシュって何者なの？いや、私もわかんないですよ、もう。だから僕はじゃあ何者かって言われたら、何者やで、はい、何でも屋ですって言うんですけど、はい、モモシュ何屋さんって言うの？私、なんだろう。なんでしょうね。何者？うん、でも本当わかんないですね。タレントっつっても難しいしね。タレントっていろいろいるからね。難しいですね。何にしよう。なんか適当にしつけな。とりあえず人間。分かっとるわ。とりあえず人間なのか分かってます。とりあえず人間です。でもももしあれでしょ。でもあのこの世界でずっとやっていくんでしょ。やっていきたいです。売れたいのやっぱ。それはもちろん。でもなんか、うん、私なんですかね。
性格が性格だからなのか分かんないですけど、すごいやる気ないように見られがち。やる気あんの？なんですやる気はもちろん。やる気あるの？あるんですけど。初めて聞いたねやる気あんのか？やる気は、はい。例えばこんなことやってみたいなとか。お、完全に俺今MC だとか。やる気は、で例えばこんなやってみたいなとかあるの？はい、いや私アイドルやるのはすごい好きじゃなくて。あ、アイドルはしたくないんだ。もう自分じゃないですか。あの、もともと私自分が好きじゃないので、自分じゃないものになれるものがいいんですよ。はいはいはい、はい、がすごい最初は演技とかをすごいやってたんですけど、うん、いつの間にかアイドルになってて。いつの間にか、いいねもうなれるならアイドルになりたかったですよ。そうです、だからもうもう自分じゃないものになれるものがいいです。役者さんとか。はい、じゃあそうです。タレントさん、タレントさんとか役者さん、はい、そうです。やる気あるっていうのはちょっと初耳だけど、よかったわ。本当にかやる気あったんだなどんな時やる気ないの？じゃあどんな時やる気本当にない時あるじゃん。たまにガチンコナイトとか、もう帰りたいなっていう雰囲気を出す時あるじゃないの。そういう時は何、やっぱやる気はないの？いや、そういうわけじゃないんですけど。いや、そういうわけでいいと思うよ。俺は別にやる気ないとき、俺だったらやる気ないときわかりますよ。 YouTube 見たら絶対やる気ないときあるもん。なんでしょうね、なんかつまんないとき。あー、ごめんね違うんです、違うんです。あの、うん、まあ、前回とかだと、うん、あの、私大野さんハマらなくて全く。あ、カンガルーの大野って、あの、そうなんですよ。あの、何やっても本当つまんなく感じてしまうんです。あ、人間的に嫌いとかいうわけではないんですけど、うん、私には全くハマらないので。そう、なんかどういう時間だったんだろうなってなっちゃうんです。2時間の時間私の2時間を返してくれぐらいの勢いなんで。いや、もう そこまでは言わないですけど、うん、なんかもうちょっとなんか面白ければいいな。まあ、基本嫌いなんだろうね多分そう。あ、そう、あのかもしれないですね。あの中で他嫌いな人誰？まあ、いないです今ガチライメンバーで。本当に今、はい、前はいたっていう。だから大野君とかあだけですね。本当はい、あ、そう。いつもあれだよ、あの5階でね、終わってから5階でみんなで喋ってから、はい、じゃあももしょ帰る、ももしょ帰りますって帰るって、あと何喋ってるか知ってる？いや、知らない。何ですか？ももしょ可愛いねって話してんだよ。本当ですか？知ってるよ。いや、ももしょか、ももしょは可愛いなっつって。いや、本当？おっさんトークですよ。みんな嘘、参加したいのにな、そういうの。いや、ももしょ可愛いなって、なんか目がキラキラしてるな照明当たってるからっていうのもありますけど。いや、そりゃそうですよ、結構あります。目、ももし、目キャッキャしてるよな。なぜ？してない。え？してないです。あと顔ちっちゃいな。いやいやいや、普段何食べてきてんの？牛カツバカ？あ、もう最近はすごい牛カツにハマってます。あ、チャーシュー好き？好きです。チャーシュー好きなの？好き。俺ね、ほんと、じゃあ再来週作ってくるわ、チャーシュー。手作り？おじさんね、チャーシュー作るのが好きなんですよ。本当にマジで。最近チャーシューばっかり作ってる。食べたい。で、仕事チャーシュー屋さんになろうかなと思うぐらい。それぐらいチャーシュー好きなんです。副業？副業ではない、本業。そっちを？いや、でも、いや、もうこれからもうなんかタレントとかしてても、はい、そんなになんかお金入ってこないじゃん。タレントって皆さん本当に儲けないんですよ。本当にあのね、ね、安いんですよ、ギャラが。20万とか30万とか安いよな。まあ安いですね。安くないって言えよ、そこ。悪いやつじゃん。何を言っとんだ。いやいや、十分です、十分。半田さんとかは儲けてるよ。はい、いや、だろうなと思います。俺、半田さんの銀行通帳一回見せてくれって言ったら、はい、本当に拒まれたからね。めっちゃあるんでしょうね。だから。うん、ささ知らない、わからないけど。あ、出た。いくら入ってるかわからないって。じゃあ見して、何面。もう絶対そんな感じですよ。そう。めっちゃあるんだろうな。いや、あると。ももし、いくら貯金あるの？貯金ですか？え、でも引っ越しとかで結構使ったんで、今はどれくらいだろう。え、それでも70ぐらいかな。結構あるね。70ぐらい。ほんと俺2、3万っていうのかな。いや、そんなもう怖くて生活できない。70万、でも70万あっても足りないかな、はい、足りないです。いくら欲しい？いくら月に、まあ、ファンの人が例えばお金くれるって言ったらいくらもらう？月にですか？月に。
50ぐらい欲しい。でもそれなりの何か代償を払わないといけないんですよ。毎日なんか LINE とかするかな。めんどくせえ。そういうことじゃないんですよ。LINE とかじゃ済まないんですよ。でも今までファンだっていろいろお金とかいろいろくれたでしょ。くれましたね、うん、なんか毎回物販っていうのをやってて、うん、チェキ撮影があるんですけど、ツーショット1000円なので、大体のお金がそれです。いや1000円も安いからさ、1万円とかしない。いやそれは多分なんか取らなくなるんじゃないですか、人が。いやいやそんなことない。いやいやいや、そうなんでしょ、1万円でも取るでしょ。1万円はきつい。いやでもね、よく考えてごらん、はい、よくあのね、みんなそうなんですよ、はい、1000円だったら10回取れるじゃん。でも1万円だったら1回しか取れないじゃん、はい、その1万円っていうお金で取る時のありがたみがもうすごくわかるわけですよ。あ、もう少しありがたみを持たそう。1万円にしよう今日から。高っ。そんな、でもアイドルってみんな1000円とか1500円とか2000円とかじゃないですか。そうですね、ポートレートとかね、売ったりもしてるじゃない、はい、あんなもん1000円とかするじゃん、はい、いやそう、1万円とか2万円にした方がいいんじゃないかと思うよ。高い値段上げよう。高いアイドルにしよう。高いタレントになろう。高ドル。あ、いいね。いや、本当でも、だって1枚だって1000円なんて、そんなもん、はい、だってクソみたいなもんじゃん。いや、そんなことないです。え、野口さんが10人集まれば、諭吉になるわけですから、うん、いや、そんないいこと言っちゃダメだよ。ここには諭吉の方が欲しいでしょ。諭吉と野口さんになる。そうでしょ、諭吉と。それはそうです、はい、そうした方がいいよ。ね、何でもそう、あのファンの人はね、お金をいくら吸収できるかってことですから。いや、本当に俺、僕ひどいことばっかり言ってますけど、実際に例えばじゃあ自分がアイドルだったら、うん、1000円かいって絶対思っちゃうでしょ。あれ思わないですか。俺思っちゃうよ。思っちゃいます。僕でもあれですもん、はい、僕基本的にあのサイン写真一切断りますから。はい。だってあのほら、サインしてくださいって言われたら捨てられるでしょ、いずれどっちみち捨てるでしょ。捨てます、捨てます。写真撮ってください。何のために写真撮ってるかよく分かんないじゃないですか。思い出。すいません、はい、握手もだって握手してもそんなにね、手洗うじゃんどっちみち。まあそうですね。あ、そう、最近思うんです、そのなんか握手、うん、なんでしなきゃいけないんだろうなっていうのは確かにちょっと思うんです。でもあの女の子と握手するのはなんとなく分かる気がする。へえ、なんか下心見え見えですごい嫌なんですよ、ね、しょうがないもんだって、そんな下心のためにやってんの。握手を、下心ですよ、言っときますけど、みんなみんなこんな言い方してないですけども、ファンなんてもう下心の塊ですから、はい、そうか。嘘嘘、ちゃんと応援、純粋に応援してくれてる人もいます。でもありがたい、ありがたい話ですよ。まあそうですね。だけど僕はチェキは1000円っていうのはもう反対だな。1万円にしたいな。いや1万円はちょっと高いですよ。高い高い、めっちゃ詐欺ですもんね。詐欺じゃん、詐欺じゃん。肖像権。で、はい、1万円にしよう。1万円か、うん、今日が1万円。今日から俺が受付。なんか何割か持ってかれそうですよね。でも本当、でも思いますけど、ファンの人ありがたいなと思うけど、はい、本当に、うん、あのファンの人って僕は思うんですけど、とにかくね、預金通帳を見せてください。アイドルを落とそうと思うなら。あ、本当に、うんうん、僕預金通帳持ってたことありますもん。え、付き合ってくれって。えー、それで付き合った子いますよ。え、はい、めっちゃ可愛い、めっちゃ可愛い子、うん、付き合ってくださいっつ。待って、もなんかウケる。そう、僕恋愛、はい、あの恋バナ、恋バナ今日しようよっつって、はい、もう恋愛すると本当僕ダメっていうか、すぐサプライズしたくなるんですよ。え、めっちゃいいじゃないですか。いや、サプライズ今までいろんなことしましたけど、うん、あの2月3日節分の日に、うん、はい、あの鬼の格好をしてたんですよ。鬼の、はい、赤鬼の格好をして、はい、顔も赤く塗って、はい、でこうもじゃもじゃも作って自分で、はい、であの家の前でピンポンと押したら、あの来なかったんですよ。彼女が帰ってなかったんですよ。あら、んでずっと待ってたんですよ。全身タイツ、全身タイツで待ってたら、はい、あの向こうからエレベーターからガラガラって人が来て、去ってみたらあの3人ぐらい男の人だったんですよ。なんだと思ったら俺の子バー近づいてきて、君何してんのここで。あー、やばいやばいやばい。え、やばいやばい、いや、捕まる捕まる。今日節分なんだ、赤鬼を
ちょっと来なさいっつって警察署連れて行かれて、で、あの、まあ、しばらく職質ってやつですかね。君はなぜ赤鬼をやったのか、はい、で、君なんで鬼なのか、節分だからです、はい、で、豆持ってないよねって、あ、豆はあの彼女が買ってくるかなと思いまして、あ、そう、いくつなのって言って、その時26ぐらい、26です、で、豆は26個食べようと思います、いや、そんなことないですって言われて、はい、で、迎えに来てもらいなさい、彼女に電話して迎えに来てもらいなさいって。で、まあ、その頃ね、携帯もそんなガラケーみたいな、まあ、はい、警察の電話からかけたんですよ、はい、で、彼女が出て、で、今帰ったけど、あ、俺この番号何？110って最後つく、何？いや、実はその警察署にいるんだと、迎えに来てほしい、え、なんで？で、まあ、話はどうでもいいからもう来てくださいって言って、で、来たらもうヒーって赤鬼の格好で、あ、すいませんでしたっつって帰ったりとか、サプライズが逆に向こうがすごい怒りまくってましたけど、あとね、かわいい、クリスマスの日に、はい、クリスマスの日にあの真っ裸で、真っ裸でコートを着て、はい、で、そのパッてこうね、脱いだら、はい、ここあのイルミネーションをつけたの、体に、マイさんで、クリスマス、超かっこいいみたいなこと言われるかなと思って、私のことそんな好きなの、イルミネーションじゃんみたいな、はい、言われるかなと思って車で行ったんですよ。ほんで、まあ、ずっとこう車の中で暑いじゃない、でも脱げないじゃん、はい、真っ裸が、はい、汗かいてきたんですよ、はい、で、彼女が乗って、ほんで、よし行こうぜみたいな、ほんで、その時にシガーライターにちゃんとね、変換してね、はい、で、シガーライターのピッって入れたら電気ピルルーってきて、うわー、痛っ、うおーって言いながら車ずーっとうおーって大丈夫大丈夫って、でも電光ってないからもう漏電してるから、うおーって言いながら、やば、そう、それはそういうクリスマスとか、やべえやつ来た、ありました、すごい、なんかそういうサプライズしたいじゃん。あとね、その彼女にプレゼント、はい、誕生日にプレゼントあげようと思って、はい、バイクにその彼女と同じ、はい、年に作られたバイクを乗って、はい、彼女の前に現れてこれあげるよみたいな感じで、はい、こうバーッつって、うん、彼女の家の前に来た、雨の日だったんだけど、バーッ滑って、もうこの辺血だらけなんですよ、血だらけでバイクボロボロになってるのに、誕生日おめでとう、下のバイク同じ年なんだけど潰れちゃったいやーすごい、そうサプライズ本当に僕大好きで、へー、そういうのありましたよ何回も。あとね、まだあるな、すごいすごすぎる、これサプライズっていうかどうかわかんないですけど、はい、彼女の家に先に行って待ち伏せして、はい、ちょっと遠距離だったんで、うん、遠距離で何かこう喜ばしてやろうと、はい、でも車乗ってたんですよ。で高速道路で車バーッと乗ってたらお腹が痛くなったんですね、あのレンタカーを借りて、はいはい、お腹痛く、お腹痛いと思って、はい、あの高速道路のこう路肩っていう分かる、ちょっとへこんでるところ、 あそこに止めて、はい、もうここでするしかないわって、はい、でしたんですよ、ブリ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 ってもう柔らかいやつだったんで、ごめんね、ご飯食べてる人すまないおしゃれ、後ろからもう警察の方がピカーンってこうライトを照らしまして、はい、そこでうんこしてる人やめなさいって、うんこしてる人やめなさいって言われたんですよ。だけどやめれないんですよ、やめなさいってもうかなり昔ですよ、それはもう時効になるぐらいの昔、やめなさいやめなさいってブリ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 ってね、はい、やめなさいやめなさいって、もう警察の人多分笑ってんですよ。ほんで、まあ、ようやく止まり、はい、ちょっとまあトイレットペーパーで拭いてる時に警察の人が、はい、ちょっと待ってっつって、こっちも拭いたら出ていくからねその間ずっとヘッドライトを照らされてるわけですよ。うわやだ。ほんで拭いて、で置いて、すいませんって言ったらバーって出てきて、ここでうんこしちゃダメなの分かってるよねって言われ、
あ、一回まあ署まで来てもらおうか。で、あーつって、車このままでいいの、まあ、このままでいいからって、うんこはどうしましょう。うんこもそのままでいいから。やばい。なんでうんこそのまま置いたまま警察署行って、はい、バケツと、はい、あのなんかほうきとか全部持って、はい、これ買い取りだからねって言われて、え、もう汚いから。そっか。買い取り、買い取りいくらですかって言ってたんだけど、もうそんなことどうでもいいのやって言って、であの高速道路の上のうんこきれいに自分で入って、はい、で自分で持って帰れっつってビニール袋に入れて、そう持って帰らされました。やば。はい、ほんであの彼女の家にそのまま行き、はい、どうしたのって、うん、どっか車でドライブ行くって言われたから、ああ、うん、無理無理無理ですね、車は無理だっつクソだから無理みたいなっていうことありました。やばい、やっぱ生きてる年数が違いますもんね。生きてる年数、みんな多分そんなにはない。すごい話が。ももしそんな、はい、なんかないの、そういうの。いや、私話したいんですけど、やっぱあの、うん、ね、こういう立ち位置なので、うん、話せる話がないんですよ、こういうとこで。あ、その今まで、まあまあ少女だからしゃあないよな。はい。いや、でもまあ少女でいいと思いますよ。はい、ね、まあ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 。サプライズとかじゃあされたいの？されたいですし、うん、でも私もしたいです。サプライズ、どんなサプライズしたいの？例えば。どんなサプライズ、うん、なんだろう、一緒に住んでたりとか、もし一緒に住んでたりしたら、したら、あ、びっくりした、一緒に住んでたりとかがサプライズかなと思って、そんなサプライズじゃないとか、その同棲とかしてるんだったら、うん、そうだな、何したいの、なんか宝探しゲームとかしたい。それって別にサプライズじゃないよね、ただ何を宝探して、何、宝物は何にするのよ。そう、彼の誕生日とかに。あー、めんどくせえ女だと思われるね。嘘、めんどくせえだと思われるよ、きっと。めんどくさいですかね。めんどくさいじゃん、だって誕生日にさ、なんか帰ってきて絶対もうぶん殴ってやろうかな。やだ。いや、殴んないですよ、そんな。殴られますけど。いや、でも、うん、あ、そういうサプライズをしてあげたい。なんか変装とかしないの？変装とかはしないですね。俺昔彼女に、はい、誕生日何欲しいって言われたから、プレイメイトになってくれって言った。え、何それ、プレイメイ、え、わかんない、なんかエロい格好とかして、あ、エロい格好して俺を誘ってくれって言ったんですよ。へえ。ほんなら、はい、ああいいよって言われて、ほんでガチャって入ったら真っ暗なわけですよ。お、はあ、これはやる気満々だなーってね、はい、はい、うん、でこうゆっくりこうファーって入ってって、うん、飛んで、やっぱ人影があるわけですよ、うん、人影だ、これ絶対これだと。でもどんな姿か見てやりたいしなって、プチって電気つけたら、こことここにナイフを刺して血だらけなの。え、ほーほーって言ったら、漫画の死んだふり、嫁が帰ったら死んだふりを見て真似しましたって、プレイメイトですって言われたの。こいつやばいなと思って。そう、そういう子もいた。怖いタイプか。いや、もう血だらけなのよ、。でもちゃんとね、あのね、あのそういうのを売って、うん、グッズで売ってるみたいで、ここのね、メイクもね、メイクさん呼んでわざわざ傷の跡とかも全部ちゃんと綺麗に作ってます。すごい。そう。そういう子もいた。そういうサプライズやればいいじゃん。そういうの？うん。なんかプレゼント、プレゼントやるとき、あげるときも僕もあれですよ。昔、まあ、ラジオで喋ったかもしれない、ミオナキス大阪っていう領収書を切ってもらって、はい、彼女に好きな服を全部買ってこいと、はい、で、あのその好きな服はお前と同じモデルさんだから体型が一緒だから、うん、全部服とかもう高いのでいいよっつって、何十万でもいいよ別に、で自分が好きなもの全部買ってきて、で一緒に買い物行って、で全部ミオナキス大阪って言って全部領収書を切ってもらったんですよ。で最後に全部合わせて、うちの家で、いいな、こんな服超欲しいって言われたから、えっつって、領収書の大阪の坂消してさ、逆に読んでみろよっつって。え、待って待って、うん、って言ったの。はい、ミオナキス大阪、
ちょっとバカすぎてちょっとわかんない、うん、え逆坂消して逆からもと大好きナオミになるのその頃の彼女が大好きナオミですごいまあただその服とか全部靴とか27、8万したのよそれでうわ全部合わせてはいこいつ高いの買いやがったなと思ってだけどそういうサプライズもしたよすごいなんで私なんか落ち込んできたなんでいいないやそういう人いっぱいいますよ嘘もしいな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 いもし今まであのクソみたいな男と付き合ってからダメなんですよいや多分そうなんですけど出会ったことないですねそういう人といやいやいやいっぱいもうこの辺の人ってみんな金持ってる人しかいないからね言ってあの本当ね、はい、これからねファンだっていう人にはね本当あの通帳見せてもらえないある程度お金サラリーマンやってる人とか、はい、自営業やってる人もう年齢ある程度重なってる人はある程度持ってるから、うん、そうなんですかだってこれだって入場料1000円でねお酒500円もするの、うん、あのガンのカンカン500円もするんだよ、うん、はいそれ買える人だからもう何千万持ってるに決まってんじゃんいやそんな持ってないですよ絶対持ってるよそんなの持ってない持ってないいやいやあのね今度やろう今度ガチ内でああガチンコナイト日曜日番組やってるでしょそこでやろう全員通帳持ってこいで通帳よくでもねそれで言うんですよ通帳ないんですよってネットバンクがあんだろこの野郎そうそうそうそっかそれ見て、うん、キングオブ金持ちをあー決める決めて、うん、その人は一日モモ氏とデートできるどう一日そんな何時間で俺が横にいるからそんな事故俺が決める決まってるじゃないですかあでも楽しそうキングオブ金持ちどの人が一番お金持ってるかはちょっと知っときたいですね知っときたいでしょ知っときたいだその人の態度変わるじゃんやっぱりうんチェキとか取るときも1万1000円ですって言いながらその人が来たらさ1万2万円ですでも、もういいんじゃないちょっとね対応良くなるでしょうねそれあのねやっぱお金、うん、お金って大事だよねいやまあ確かにお金は大事ですねうそうだからねいいんですよあのね皆さんお金なくてもいいんですお金なくてもあの持ってるふりしたらいいですあのもういろいろ黄色い看板のところとかいろいろ赤い看板とかありますからそういうところで借りりゃいいんですよ、うん、あのその偽金にしたらそれは問題です確かにそうですねでもあの、うん、僕そういえば昔黄色い看板で思い出しましたけど、はい、本当にカレー食べようと思って黄色い看板とか入ったことあってあれあれここ ATM があると思った嘘本当に本当に、ボーっとしててココイチだと思ってたらプロミスそんな間違いある僕本当ね、あのね人の話聞かない、はい、周りを見ない、うん、もう全然注意力散漫なんですよ普段もう全然考えてないの何もあの、はい、ボーっとしてるからなんかあれが食べたいなピーあれ ATM しかないっていうこと聞かれました私も考えてないけどそこまではないですねいやあるももしはあるよそう分かってないだけで分かってないだけ私黄色い看板のところ入ったとしても多分そこでまだ ATM の前に座ってボーっとしてあカレーって言うと思ういやいやそれただのやばいやつですからももしやばいやつだよいやいやそうやばいやばいなと思いますけどももしどんな時やばいなと思うのいやプライベートは私やばいです基本どんなやばいのいやもう言えないですここで、いや食べないけど食べないけどプライベートは本当ここじゃ話せない感じですね何どんな風にするのもう全然話せないですもう何一つも話せないぬいぐるみとかいっぱい並べてバットでこう一歩一歩いやいやそれはちょっとエピソードトークとして話したいけど、うん、話せない話せないですね自分の、 あの10日間履いたパンツをずっとかぶって寝るのが好きとかそういうのいやそれはないですそれはない。それはない。ちゃんと毎日変えてる。私ここが変態だなと思うとこどういうとこ？変態？変態誰だよ。エッチなこととかじゃないよ。はい。変態だなって思うこと。変態？でも変態要素はそんなないと思います。変態要素がないの？ない。いや、俺変態なのよ。いや、わかります。わかりますよね。わかります。わかります。僕自分の、うん、ね、汚物を、はい、
あの見てもらいたいわけ、でかいの。わかります願望。人にってこと？人に人に。だから道端でしちゃうんじゃないですか。いや道端のは道端じゃなくて高速道路。高速道路か。あのね、でかいのが出ると、はい、それを誰かに見てほしい、確かめてほしいんですよ。写真は撮れないんですよ、さすがに。写真撮ったらね、ちょっと恥ずかしいじゃん。恥ずかしいのよ。そう、違いが分かんない。どういうこと？違いが分かる、いや分かるでしょ。生で見るのはいいけど、はい、写真はちょっとなんか、はい、DVD と一緒ですよ。ライブ DVD、 ライブは生で見る方がいいでしょ。はい、 DVD にしたら面白くないじゃない。それと一緒、うんこもライブで見る方がいい。一回だから、ここでもしも万が一出たら、はい、ももしゅ見てくれればいい。すごい嫌。そういうのは、はい、でももう本当、でもなんかそういう、そういうってちょっとおかしい。だから僕もともと家で踊るのが好きで。あ、もう終わりなのこれ。え、もう終わりなの？家で踊る話ちょっと聞きたいんですけど。え、家で踊る？あ、もう、もう終わりなんだ、ごめんね。あ、じゃあもう先に、あの、告知だけしといて。はい、告知なんですけど、ちょっと待って、9月28日完全に俺の番組になってる。ごめんね。もうありがとうございます。はいはい、9月28日水曜日に、アンコール渋谷というね、あのライブハウスでバーみたいなとこなんですけど、アコースティックのワンマンライブを開催いたします。構成はまだ考えてないんですが、なんとなくテーマは恋をテーマに、いろんな曲とか、ね、恋の話をできたらいいなと思ってますので、ぜひ。興味ある、恋の話して、うんこの話も。やだ、そんな汚い話はしないです、はい、願望を全部話します。ぜひ来てください、はい、そして次回のももかちゃんのおしゃべり向上番組もおしゃべりちゃんは来月10月20日木曜日、時間は変わったんですね、8時半から9時半の60分間に変更となりまして、はい、ゲストは白井萌香ちゃんです。白井さんが来ます。萌香だー、ウケるーって、すぐウケるって。はい、はい、ぜひ来てください、よろしくお願いします。本当もうあの来てあげてください、皆さんの力が、はい、本当思いますけど、アイドルっていうかあのタレントの子ってあの本当にファンの人が来てくれるのは本当ありがたいなと思います。なんでかというとあのお金の問題ですから、よろしくお願いします。いっぱい入った方がいいんですよ。そうです、たくさんいっぱい入った方がいいし、はい、やめたくなる、そろそろ。あ、人が来ないと。うん、し、そろそろやめたいし。ちょっと待って、問題発言になるから。やめたくないですよ。踊る話が聞きたいんですよ、私は。え、踊る話、踊る話、あと1分45秒しかないから、はい、1分45秒、踊る話、あの家で踊ってたの、はい、めっちゃ中学校に、はい、こんなヤンキーなのに、はい、ほんで、スコーンの歌知ってる？スコーン、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 カリッとサクッと美味しいスコーンで、タップを踏むんだけど、はい、カリッとサクッと美味しいスコーン、パキッって言ったの。パキッ、何？こたつなんだけど、こたつで母親が、はい、って言ってさ。どうやら母親のあの親指を、足の親指を踏んだみたいな。病院に連れてったんですよ。病院に連れてたら向こうから母親が病院の先生に、どうしたんですか、大丈夫ですかって言うから、息子がスコーンで。で僕も中に入って、息子さんどうしたんですかって、いや僕スコーンで、ふざけてるんですか。結局あのスコーン の、 そのダンスで、はい、親指が複雑骨折なんですよ。毎年冬痛むっていう話を前息子のスコーンで痛むし。かわいそう、お母さん。まあ気の毒ですね。まあその母親も死にましたけど。いやもう笑えないよ。いやいや笑えないですよ。でもいい思い出、いい思い出ですよ、だからそういうのは親と一緒にいろいろ残した方がいいですよ。そうですね。そうそうそう、そう、今一緒に住んでないので、おーおーおー、そう、ほんとたまに一緒に出かけるだけなので、お母さんとちゃんといっぱい喋ってね。はい、親子もこれね、ママスカッパー、スカッパースカイツリー、そう、スカイツリー、ね、連れてってそこ一回、一緒に行きましょう、じゃあお金出させるの。最悪。ありがとうございました。